はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？久々にトイドロンチャンネルでございます。まだホーリーストーンさんから新商品が出たということで、今日届きましたんで早速開封していきたいと思います。 HS160 プロプロ、なんかちょっと風に強いと。あ、そうそう、前回新商品で出たピカーンHS の161ですね。161のこのここに目がついてて、視覚的に姿勢を安定させるオプティカルフローの機能、これがついてる新しいモデルということで楽しみなんですけど、早速、まあ、どこが違うのかよくわかりませんが見ていきたいと思います。じゃあ開封しますね。はい、じゃんじゃか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 、どうでしょう、ちょっと見づらい、よいしょ、はい、あ、そんなにでっかくないね。これまだくっついてるのかな。じゃじゃーん、こんな感じでございます。 HS160、 え、プロって書いてあったけどここにはプロって書いてないのかな。14歳以上ですね、はい、ここ見るとオプティカルフローポジショニング HD カメラ 1080p、モデュレイズドバッテリー、あ、モジュラー化されてるバッテリーと、フライトタイム10分と、こういう感じでございます。早速じゃあ開けてみましょうね。今度はあれですね、びっくりすることは箱がいつものように綺麗なわけではありませんが普通っぽい感じでございます。一応こちらがすごいね、豪華な感じがしたんですけど、お、いきなりこんな感じ。なんか高級感あるケースですね。もうケースでいきなり、あ、そうか、その分だけ包装簡素化してるのかな。ここにこう手持ちの針がついてますけど、ファスナー、あ、ダブルファスナーですよ、こっちとこっちとね、こうこういう風に開くやつね、ビヨーンと。ソフト片押しソフトケースかな、しっかりしてます。中にあのフレームが入ってます。お、6アクシスジャイロ、6軸ジャイロ、こっち向きか、こんな感じです。なんかシステマチックだな。ここに説明書とかが入ってますけど、まず見ていきましょうか。大事なのはこれですね、マニュアルですね、はい。最近は各国の言葉が全部閉じてあるので日本語のところ探して、最初にどうせ飛ばすんだから、あ、この辺から日本語ページです。最初からどうせ飛ばすんだからバッテリーね、充電しておかないとね。まず全体像見てみましょうか。大きさ感が分かるように、あ、大きさ感が分かるように161と比べますね。同じオプティカルフローです。161は若干非力な感じはしましたが、しっかり飛びますよ。私好きな機種でございますが、こんな感じですね。で、今度こちらの新型は、よいしょ。あ、長さ的にはそんなに変わりませんけど、幅が違うな。モーターが違うのか？どうだろう、ちょっと飛ばしてみないと分からないけど、こういう感じでございますね。へえ、じゃあちょっとバッテリーなんかでも強そうですね、160プロの方がね。バッテリー探します。あ、これですね。これは、あ、バッテリーもこうやってモジュール化されてて2つついてるじゃん。こうやってちゃんとはまるのか？あ、はまるな。こうきちっと収まるようになってます。
これいいな。で、これが充電器ね。一個ずつしか充電できないのかな。あ、そうだね。まあ、いいか、他の、充電器の、機種の充電器があるから一緒に充電してこようか、とりあえずね。多少はやっぱり、電力残ってると思うんだけど、それでもやっぱり、できまーす。よいしょ。はい、今充電してますけど、じゃあちょっと説明書を、見て、大体のところを容量を掴んで、その前に、あれですよね。アプリが必要だと思うから、アプリをダウンロードするんだけど、あ、そういうことか。これコントローラーがついてないんですけど、完全にスマホ操作のモデルらしいです。この箱に入れて持っていけば、スマホで飛ばしてねっていう、もう、まあコントローラーがあった方が操縦しやすいけども、これだったら諦めつくよね。これでじゃあ安定して飛ぶってことかな。アプリをインストールしますということなので、今度こちらの方でアプリのインストールしていきますね。はい。はい、じゃあアプリインストールしてきました。これですね。このレンズがついたやつ。これ、説明書見たらあんまり説明、飛ばし方とか載ってないバッテリーのこととか書いてあるだけだから、多分、ここの、メニューの、ヘルプのところにほとんど情報が載ってると思うんで、立ち上げてみますね。こんな感じです。で、これかな、ヘルプ。あるある。この説明を見ないとダメだよね。コンソールオンオフ録画アルバムワンキー離陸着陸ヘッドレストモード緊急停止 3D 画面画面反転体感操作モード1、2切り替えスピード切り替え以外あとなんだこれはあれだジャイロリセットはついてないのか。ジャイロリセット、ジャイロリセット。ないね。ってことは、ジャイロリセット関係ないの？ちょっと説明書も見てみよっか。普通、ジャイロリセットするけどね。ほら！ジャイロリセットの機能がなさそうですね。へぇ、大丈夫なのか？わからないけど。ここには書いてないよね、インターフェース紹介にはね。で、ちょっと戻して、どんな感じなんだろうね。あ、こういう感じか。モード、私は2だからな。で、ここでスピード調整。で、まだこれ、繋がってないからあれだけど、こういう風になるのか。離陸、着陸。あ、ジャイロリセットがない。なるほどな。じゃあ、もうあとあれだ。バッテリーの充電待つだけですね。ちょっと待ちましょうか。はい。じゃあ、満充電じゃないんだけど、もう先に飛ばしたいので、飛ぶだろう。飛ばしてみます。バッテリー入れてくださいということなんですけど、これ、よいしょ。あれだね、161と同じような格好だけど、共用ってことはないか。なんか、ここから見ると161と、161に、カバーがついた感じなんだけど。まあでも、ちょっとやってみようね。はい。こんな感じで。スイッチどこだ？スイッチ、ん？あ、これか。これですね。あ、ほぼ、ある、どうなんだ？ちょっとやってみよう。移動。はい、じゃあ飛ばしてみましょう。バッテリー入れて、で、置くでしょ？ちゃんといいかな？いいよね。はい。で、タブレット準備して、まあ、私スマホ持ってないからタブレットなんだけど、で、Wi-Fi を、
つなぎますね。Wi-Fi がつながりましたよと。で、この状態で、この、これが、そうですね、アプリですね。で、こう立ち上がりますので、はい。で、見えるかな？この辺。で、コンソール、あ、ついたついた。ついて、コンソールを立ち上げ、あ、変わりましたね。これ、ジャイロリセットついてないんだよね。スピード調整は、もう、室内。今日ね、雨なんです。雨だからちょっと室内で飛ばしますけど、3、1にして、あとなんかすることあるの？カメラ、動画。撮れてんのかな？うん、撮れてそうだね。じゃあちょっとやってみましょうか。これが、ここね、上昇みたいな。いきまーす。よいしょ。この2つやった。ちゃんと映るかな？あ、カメラ綺麗ですね。画面操作でもコントローラーじゃないから若干慣れが必要だけど、うんうん、止まるね。オプティカルスロー、ちょっと外で飛ばしてみないとどんな感じかわかんないけど、映ってないか、ちょっと画面上げないとダメだね。これぐらいか、いける？ダブルつけよ、いいぞ。もう少しまたコントロールが入ってるね。安心してますね。安心してますか。ね。すごいね。どうだ。あんまりスピード上げないな。雨ですね。何でしょうか。練習しないとないかと思いますけどね。いいじゃないですか。
つ。次に行くと。あ、綺麗。ここで見るの普通。あ、この間か。あの、カードのこと書いてなかったから、カード入ってんのかな。どうなんだろう。よいしょ。はい、どうでしたでしょうか。ちょっと今飛ばしてみただけで、今日雨なんで、外で飛ばせないんで、どんな能力かっていうのはもう一つわからないんですけど、一つ気になったのは、あの、これ本当に全部スマホ依存っていうことかな。160とかだと、どうだったっけ、うん、ここに、こう、SD カードを、ここね、差し込み口があって、SD カードでも記録できるんだけど、こっちの今の160 Pro は、あれ、ちょっとなんか、すみません、なってた。ん160 Pro は、それらしき SD カード挿入口みたいなのないし、説明書にも何も書いてなかったんで、本当に全部これで飛ばしてこれで記録するっていう形になるんだと思いますね。え、面白い。これ飛び方をね、ちょっと比較してみたいんだけど、まあ室内で飛ばした感じだと、こっちの HS161プロの方、160プロの方が安定してるような気はしたけど、そんなモーターの強さも変わらないような感じはするし、形かな、プロペラも一緒だし、一緒のような気もするねただこれはスマホ依存ですよ、コントローラーなしですよと。でこうやってこうやってパチャン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 って言って、でここにズコって入って、これはいいよね。でもね、このここにまあ説明書も入れといて、これで全部だから何も忘れ物しないよね。バッテリー、これ何入れるんだ、あ、充電器か。バッテリー入れて、こう蓋して、でこれでルンルンルンっていけるよね、うん、なるほどね。まあ、あの携帯性が一番の売り、携帯性と安定した飛行が売りかな。まあ、あのオプティカルフローなんで、まあ、あの明日かさてやってみるけど、あの多分10メーターいかないぐらいでこうやってピタッと止まると思うんだけど、まあ、コントロールされてるっていうことですよね。はい、ということで本日は HS160 Pro ホーリーストーンさんからの新商品のご紹介でございました。それでは皆さん、さようなら。